お風呂のお姉さん、今朝うちに来てたんだって。今年は来るの遅かったね。そうだね。いつもは仙台七夕のお土産を持ってくるもんね。どの辺にテントを張ったのかな。去年は大井町のあたりだったけど、今年は龍神池ぐらいまで入るみたいだよ。質問です。はい。誰ですか。お、おかみ娘。大学生の美人さんで、毎年夏の間この山にこもって、それで我が家にお風呂を借りに来るんだ。本をたくさん持ち込んでテントで生活してるのよ。お地蔵様を左に行って森を抜けると大きな池があるでしょう。今年はどうやらあの辺にテントを張ってるみたいだから、僕くんも行ってみるといいよ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。狼娘ってどんな人？あの子ばかりは一言では言い表せないな。なんで？あのね、育ちがいい好青年みたいな美人のお姉さんなの。おかま？私ももう少し若かったら、またいろんなことやりたいな。ねえ、駄菓子屋ってあんたのとこにもあるの？そりゃあるけど、どうしたの？ここ、田舎すぎて駄菓子屋ないのよね。私、流行に敏感なのにさ。今年、狼娘はお地蔵様を左に行った龍神池の近くにテントを張ってるらしいから、会いに行ってみるといいよ。え？何何？セミダコが欲しいのかい？よしよし、じゃあ2日ほど時間をくださいね。
いるかな。やった。やった。
3番には安全のため午前11時までに登山を開始してくださいと書かれていた。その本は私には全く読めない妙竹林な文字で書かれていた。なんだか変なの、あの穴ボボン。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
今日の晩ご飯はオムライスにチーズパピヨット、厚揚げと青菜の炒め煮などを組み合わせてみました。おじさんも狼娘のテントのあたりまで散歩してこようかな。何でしょう？鍋つかみを作ってるの。パッチンワークっていうのよ。そんなとこだ。継ぎはぎじゃないのよ。パッチンワークなのよ。遠くに麓の鷺の里村が見えた。